四角プレスは俺は負けない。メッシー、メッシードスクイパルポー、おっしゃいのままチャーボくんゲームでございます。ということで今回もウィニングイレブンやっていきたいと思います。さあ今回の相手はね、まさかのね、めっちゃ強い、勝率 70% レート1191、11連勝中ということでね、えぐい、なんだこの強さって感じでね、勝率 70% はやっぱ相当なね、実力者じゃないと持っていけないんでね、まあ、そこもね、あ、スリートップ、おルイス・エンリケ、なんか似たような形のスリートップの、すごいな、このエンリケ、あ、でも違う、ちょっと若干違うエンリケっすね、自分とは。ここが CMF に落とせるってことは、これどうなってんだ、すごいな、これ3バックに、あ、なんかサイドバック気味のとこにマテッチ、クリホビアクって言ってるの、すげえな、このフォーメーション。何？初めて見た、これ。だ多分これ3-4-3のエンリケなんですよね。で、クリホビアクとマテッチがあそこにいるってことは、どういう役割なんだろう。やっぱあのサイドをちょっと潰す感じってことかな。いや、ネイマールとロナウドが死んじゃってるよ、これ。大丈夫？ベイルで行こう。これでいいかな。うわ、ダニー・アベスもやらかしてんのか。ちょっとこれやばいっすね。いやー、てか相手のね、これ気になるね。どんな戦い方してくるのか。でもこれで勝率 70% いってるってことは相当な強者の方ですよね。スパサカさん。聞いたことあるような気もするけど。いや、こう、てか、すげえな、あのフォーメー、マジで。初めて見ましたよ、あんなの。3バックに、DMF がサイドに行く感じ。はぁ。いや、すごいな、ほんと。なんか、すごいとしかまだね、プレイ見てないんで、ちょっとわかんないですけど、すごいの一言しか出てこないよ、今んとこ。いや、でもやっぱドリブルっすよ、自分の強みは。パスでもない。シュートでもない。ドリブルっす。どんな攻撃してくるんだろう。ナイス。いやー、ロナウド早い。オッケーオッケー。とりあえず、でも硬いっすね、やっぱ。硬いっすね、守備が。読まれてる。読まれてた。これまずくね。誰、カラスコか。きついっすね、これ。あぶねー、あそこね、なんとか。ボアティングさんで。いや、うまっ、あぶねえ、うめえ。いやー、今のうまいな。スリーバックっていうのがね、やっぱ僕としてはね、一番嫌いな形ですよね、フォーメーションで。メッシー、これが神の力。ゼウス中学校だよ、ほんとメッシって。メッシがね、俺いるだけで多分だいぶね、変わるんですよ、僕の得点。得点、なんだろう、率というか。はい、来た。ニアにぶち込みます。ニアに打ちます。これが神の力。もう神がね、来作どうなるのか気になるけどね。2018でね、神がね、どんくらい強くなるのか。逆が空いてんだよな、これ。オッケー、読んだ読んだ。読みましたよ。読みました、読みましたよ。はい。メッシさんの動き出しを見よう。神。メッシはね、あのね、ワイドポジショニングつけてると、中にね、切り込む感じで入ってくるんですよ。
四角プレスは俺は負けない。メッシーメッシーメッシー、神様のメッシー。5人抜きぐらいかな今の。伝説の伝説の5人抜きじゃない今の。ちょっと後でリプレイで見たいけど。いやーでも多分俺のやつだと3バックだけど、あの DMF マティッチとかあそこがちょっと狙い目かもしれない。そう、なんて言えばいいんだろう。多分この方ね、3バックじゃないですか。で、メッシのところがね、やっぱドリブルをね、あそこがちょっと嫌だと思うんだよね。ボワッティン神。ここのメッシが多分ね、嫌なはず。うん。ここ行きます。あー強いね。ただここから逆転とかはされたくない、ほんと。ベイル。ベイル。ベイル。ペッペベイル。うわー、トラップスルー来ましたね。トラップスルー、ほんとね、あの、今作、前作あったっけな、トラップスルー。あ、やべ。でもトラップスルーはマジで今作超強い、うん、読んでますねこれ。読んでる。カーソル下画面見たら分かりました。今あの自分がネイマールに出そうとしたとこ読んでましたね。でメッシの動き出しを見ます。ここでこのタイミングね。あーマジンゴ、マジンゴ、マティッチ行っていい、ここ行っていい、行っていい。ナイス、切った。神のドリブル。いやもう神様がね、ネイマー、あ、メッシさんはね、ほんと強い。ありえん、この人、今作。さあ来い。さあ来い。さあ来い。ここでも行くぞ。これ神神、やーべえこの人マジで。これが異次元、異次元ゼフ中学校神様の力。ほんまにえぐいっすわ。メッシさんやばいわ、ほんとやばいねこれ。あー、うめえ、うめえな今の。ただまあメッシさん、メッシさんに頑張ってもらいましょう。でメッシがこう読まれてきたらサンチェスとかね、こういうとこも使っていくという。ああうまいねこれ。危ねえ、危ないよ。んー、ベイル、ベイルヘッド地味に強いっていう。いや神だな、神様の。メッシ4点だよね多分今んとこ。メッシ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 やべえマジでこの人。うーん、やっぱねドリブルが僕好きなんでね、ドリブルできるキャラを好んでいきたい。はあ、そこに出すってこと。クリホビアクがね、ここにいるのがね、結構怖いんですよね、なんか。どんなあれをしてくるってこと。どういう意図でね、クリホビアクを置いてるのか気になる。うまいなぁ。ウィリアン来た。ナイス！モドリッチね、ここ頑張るんだよな、ほんと。オッケーオッケーオッケー、そこでねしっかりできれば問題ないんごらん。逆回転、オッケー。でメッシの動きを見ろ、メッシの動きを見てくれ。あー、メッシはこう開くんだよな、やっぱマティッチ3、やばいやばいやばい、ちょっと待って、3トップだから、あ、3バックだから。うまいな、これクロスかな。
僕クロス上げない、クロス上げない派の人かな、この方。スパサカさん、ネイマール空いてんじゃねこれ、ベイルか。いや強いな、おい。危ねえ、うん、いいな、今のも入ってましたね、今のは多分入れられてた、シンプルに。ベイルに蹴るか、これもう。ベイルに蹴んないと、うん、なかなか、あ、いいね。いいね。いい、あ、開いた。オッケー。はい、オッケー。ペナナイチョンクロス。チョンクロスは、これね、大体の場合、フリーだったら入るね。うん、あ、でも意外とエンリケ、この3トップのエンリケだと、いや、うまいな。うめえな、今のも。ただなんとかね、ディフェンスが多分いけてるから、若干シュートコースというか、あれにはね、なんとか入れてるから悪くないんだと思う。相手のボールが枠が行ったりとか。でもな、まあどうしよう。メッシはね、やっぱまだ入れときたいね、ポイントとして一つ。で、まあメルテンスも入れていきましょう。ロナウドも体力なくなってるんで、モラちゃん入れていきましょう。いや、でもメッシ界だな、これまた。やっぱ神の力をね、存分に俺は使いたい。あの人は本当にやばいからな。実際のサッカーでもさ、メッシさんはやばいじゃん。ここサンチェス頑張りどこなのよ、そう。サンチェスがあそこで頑張ることによって、はい、ここ。緩急ね、緩急。これ逆に変えるんですよ、これ。逆に変える、すぐ。すぐ逆に変える。で、ここが、間で持ってもらった。モラタを使う、うまく。そう、モラタがちょっと気になる、相手は。モラタが気になる。モラタが気になる。逆、でもサンチェスがマーク使ってんだよな、これ。メッシ。さあ、行こう、ここ。いやー、オッケー、マテッチナイス。いやー、モドリッチいいね。ここでメルテンスはどこ？メルテンスはどこですか？あー、マジか。緊急停止。緊急停止が。うまいな。三角形作られてましたね。ただ、ここ三角形作、あー、うまい。ウィリアンがめっちゃ動きしてる。わー、グランダーか。グランダークロスか。オッケー。メッシのとこ。メッシ。いやー、ナイボ、メッシ。メッシ、いやー、来ると、止める、それ。いやー、今のはでも悪くない。メッシがいい動きしましたね。いやー、でもやっぱ勝率高い人にね、勝ちたいね、俺はもう。そう。まあ、配信者の、対戦もあるから、大会というか、そういうのも含めて、こういう勝率高い人に勝っていきたい。アンディか。坂口さん？危ねえ。読まれてんな、これ。ただ、ここは大丈夫なんだよ。ああ、うまいな、読みが。メルテンス、ゴー！さあ、ここでちょっとね、ボールを浮かしたりして。いやー。ロナウドがめっちゃいい動きしてる。まあ、アンリはもう、瞬発がさ、瞬発というか、そんな器用な方ではないから、ガンガン行こう。オッケー。ここでちょっとね、いやー、ちょ、待ってんぞ。これはえぐいね、ちょっと。これ中盤が空きすぎてんだよ、ナイス。オッケー。ということでね、なんとか1対5でね、メッシさんの大活躍もあり、
勝つことができました。でもね、すごい楽しかった。あのフォーメーション最初見た時ねビビったんですけど、まあサイドね、あの多分3バックだったんで結構開くと思ったんで、そこねうまく使えましたね。いやでも運が良かったっていうのはありますね、ここら辺は。正直あれ入ってもおかしくない。ハイライトでねメッシさんの動きを見たいんですよね。そう、ここでボールを持った時ワイドポジショニングつけてるんで、ちょっとメッシがサイドから中に切り込むように来る。そう、ここをうまく使えれば、あの動き出し AI の部分、そこ見ればね、あとはもうコンカーぶち込むだけなんで。ただね、相手キーパーがクルトワだったからちょっと怖かったけど、もうこれ圧巻だった。メッシ、あ、これだっけ、あ、これじゃねえや。いや、まあこれもすごかったけど、やっぱ早いね、ここの一発が。で、シュートあの精度が高いから、ニアの上の方にもうこういうとこもね、思いっきりゲージ3分の2ぐらいでぶち込んだら入るんでね、メッシは絶対。あとこれ、これ何人抜いた、これ5人抜きみたいな、伝説の5人抜きみたいな。1、2、3、4で5人抜き、5人抜きから来た。これ伝説の5人抜きだ。これメッシさん伝説の5人抜き来ましたね、これ。いやー、圧巻だぞあれは。さすがにここでボール奪うからね、メッシさん。ほら、これボールもここで、瞬発スピードが速すぎて、で、これループね。うーん、メッシ界だね、これ本当。いやー、メッシのね、なんかやっぱメッシの使い方じゃないですけど、ネイマールよりやっぱメッシはね、なんか推進力が、今作ね17でね、なんか強化されましたよね。16ではね、なんかそんなね、今作ほどの強さはなかったけど、17からもうやばかったね、メッシは。はい、ということでね、今回、メッシさんがね、爆発してくれました。ということで今回、この辺で動画終わって、また次回ね、ドリブルガンガンやって、試合も勝っていこうと思います。ということで今回この辺で動画やって、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメントの方もぜひぜひよろしくお願いします。Twitter の方もフォロー待ってます。では、また会いましょう。さよなら、バイバイ。